皆様おはようございますでございます。第3回北陸駅そば巡りの後半に入ります。今日はこちら富山地鉄ホテルからスタートしたいと思いますが、その前にですね、昨日のおさらいをさらっとやってみたいと思います。昨日は京都をスタートいたしまして、ただいまやってまいりました京都8時10分発のサンダーバード5号に乗って一路金沢へ向かいました。株主優待券でグリーン車に乗りました。福井駅に到着。サンダーバードの終点金沢に到着。金沢といえばやっぱり鼓門。やってまいりました、八鷹560号に乗ります。 JR 西日本エリアの最東端駅上越妙高に到着です。改札前にあるお店は駅そば店ではなかったので、このお店はスルーいたしました。やってまいりました、越後ときめき鉄道妙高羽村ラインの列車に乗って直江津へ向かいます。直江津に到着いたしました。こちら直江津湾であります。もちそばをいただきました。つゆがもちに絡まってとても美味しいおそばでした。次は越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインで糸魚川を目指します。糸魚川に到着です。駅前にある翡翠王国館の中にあるタウン糸魚さんであります。残念ながらこの日は閉まっておりました。新幹線で次の新黒部を目指します。新幹線で一番長い駅名の黒部宇奈月温泉駅です。この駅は富山地鉄新黒部駅との乗り換え駅で、お店の方はこちらホームから見えるところにありますニスケさんであります。ですが、なんていうことでしょう、このお店も営業時間が過ぎてしまっておりました。次はこちら富山地鉄新黒部駅から新大津駅を目指します。新大津駅の横にあります魚津駅の駅前です。魚津駅の駅前にありますうどんそば駅前でありますが、残念ながらこの日は閉まっておりました。魚津に泊まろうかと思いましたが、富山まで移動することにいたしました。富山駅といえばやはりこちら立山そばさんです。富山らしくマスの寿司をつけてみました。1日目はこちら富山地鉄ホテルに宿泊いたしました。ということで皆様改めておはようございます。本日はこちら富山地鉄ホテルからスタートいたしまして、万葉線の広小路電停新町口駅を攻略し、その後五剣駅を攻略したいと思います。ですがその前にですね、まずはですね、こちらで朝を迎えた以上こちらへ向かわなければなりません。越中そばさんであります。富山駅といえば立山そばと双璧をなし、関西風つゆと関東風つゆの目に見えぬせめぎ合いを演じる越中そば様、こちら電鉄富山駅の待合室の中にあります。早速ですね、中に入りますと、Oh no! ありえない。店の中もきれいに片付けられて、もぬけの殻となっておりました。それではここで、有志美の越中そばさんの貴重な映像をご覧いただきましょう。店内には高校と明かりが灯り、とてもきらびやかであります。白エビをはじめとした魅力的なラインナップのメニュー群。目と鼻の先の立山そばに立てつく関東風のつゆ。食べやすいよう小さな三角形の稲荷。このつゆもたまりません。つゆをすべて飲み干し、ごちそうさまでございました。今ご覧いただきましたのは、昨年2020年の8月末頃に撮影されました越中そばさんの貴重な映像でございました。もう残念な手物は通り越し、貴重な日本の文化の喪失度でも言えそうな越中そばさんの閉業でありましたが、気を取り直して、取り直しもできないんですけどもね、まあとりあえずですね、次の広小路へ向かいたいと思います。切符はこのように予約しておいた北陸お出かけパスを使用いたします。これから乗ります列車はこちら、愛の風富山鉄道の金沢行きの普通列車であります。
ただいま4両編成になっておりますけども、これからですね前の2両だけが、回送となって切り離され発車していき、その後残った2両が、金沢へ向かうということになります。このチャンネルはねグルメチャンネルではなく一応鉄道系チャンネルでありますので、このようなシーンも少し入っていたりいたします。このように2両編成の金沢行きとなって、これから発車いたします。高岡駅に到着であります。高岡駅で万葉線に乗り換えます。万葉線広小路電停までやってまいりました。この広小路電停の向かい側にですね、氷見うどん二の屋さんがございます。ですがご安心ください、定休日とかいったものではなくてですね、営業時間がどうも朝11時からということですので、まだね営業時間前ということです。営業時間まで時間を潰すのは時間の無駄ですので、先にですね新町口の方へ向かいたいと思います。ドラえもんドラムがやってまいりました。ということで新町口駅までやってまいりました。お蕎麦の方はですねこちらから、徒歩7、8分かな歩いたところにあります川の駅新港というところへ向かいます。もう2回目ですのでね道に迷うことはありません。この道路を越えてはちょっと歩いたところにあるはずです。見えてまいりましたこちら川の駅新港です。鉄道のね駅ではないものの一応駅でありますのでね、こちらにね駅そばがあるということでございます。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけども、こちら川の駅新港と言いまして、道の駅ではございません、川の駅であります。ですので川沿いにございまして、また川を行く船が発着する駅のようにもなっております。そしてこちら新港には川にたくさんの橋が架けられており、それらの川を、遊覧する船なんかも発着しているようであります。そして川を行く船を見ながら注文いたしましたのはこちら新港名物かけ中でございます。かけ中、こちらのねかけ中は何かと、ご説明いたしますと、姫路の駅そばと同じく中華麺にうどんのつゆをかけたものになります。ですがご覧いただいてます通り、つゆの色とかね、麺の太さがねやっぱりね姫路の駅そばとはちょっと違いますね。早速いただいてみたいと思います。この何とも美しい透き通った褐色のつゆをいただきたいと思います。何とも出汁が効いていて、それでいて割としっかりとした、それでいて淡い感じの素晴らしい出来のつゆであります。続いて麺の方をいただきます。比較的太めの中華麺にしっかりとした味わいの関西風つゆが麺にまとわりつき、なんとも素晴らしいマッチングであります。姫路の駅そばとは一線を画すまた違った素晴らしい味わいです。これはまさしく新港名物かけ中、姫路とはまた違った癖になりそうな味わいであります。次はとろろ昆布を絡めていただきます。とろろ昆布でとろろろーん。今度はとろろ昆布とネギと天かすを絡めていただきます。とろろんとした中にネギの味が際立ちますが、それを天かすがマイルドにしてくれます。ここで一味を投入します。
つゆと麺の際立つバランスに一味がピリリと効きます。今度は渦巻きを絡めていただきます。ぐる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 渦巻き、ぐる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 渦巻き。このかけ中には胡椒がついておりましたので胡椒をかけてみます。おお、これはなんじゃ、すごいすごいぞー。なんだこの味は、うまいぞー。いや、まあ、あの、ほんとね、姫路の駅そばとはまた違ったね、はっきりくっきりした味わいのバランスですので、姫路の駅そばに食べられた方こそ、ぜひ一度食べてもらいたいという一品であります。はい、ということで、万葉線新町口駅から徒歩7、8分、川の駅新港の掛け中でございました。ごちそうさまでございました。再び新町口駅に戻りまして、先ほど食べ損ないました広小路電停へ戻りたいと思います。ドラえもんトラムがやってきました。ドラえもんドラムは車内もドラえもんブルー一色です。広小路駅まで戻ってまいりました。先ほどの氷見うどん美濃屋さんはこちらです。氷見うどんとあります通りうどん店なんですけどもね、この氷見っていうのはまあうどん文化のところですので、これはおそばがないのは仕方がありません。さぬきうどん店と同じくセルフサービスとなっております。注文といいますか、取ってまいりましたのはうどん並と白エビかき揚げ天ぷらです。早速いただきたいと思います。なんて言いましょうか、さぬきうどんとは全く違いましてですね、中の麺のね、中心部ですよね、麺の中心部の方はどちらかというとコシがあるというか、もちもちっとしたっていうか、まあそんな感じでして、それでいてね、麺の表面はね、博多や大阪みたいにね、ちょっと柔らかい麺みたいな、そんな感じのね、うどんですね。見てください、このかき揚げ天ぷらめっちゃ分厚いんですよ。うん、これは食べ応えがあります。かき揚げ天ぷらを口に入れてから、そしてさらにうどんをまた一口。時間が経過して徐々につゆが染み込んでいく天ぷらの変化、かき揚げが分厚いので楽しさも倍増です。つゆが染み込み、すっかり柔らかくなった天ぷら、これもまた美味しいものです。ここで一味を投入。柔らかもちもち氷見うどんに一味のパンチ、これはたまりません。そしてかき揚げ、今度は天ぷらをうどんに絡めていただきます。これは天ぷらが柔らかくなったからこそできる技です。つゆの方もね、西日本のうどんとは違ったしっかりした味わいでした。ということで、万葉線広小路電停前、氷見うどん美濃屋さんでございました。ごちそうさまでございました。やってまいりました、こちらの電車で高岡へ戻りたいと思います。次の攻略駅は今回の旅最後の駅、五剣駅なんですけども、実はこの時点でですね、すでに13時13分になっておりまして、五剣駅の駅そば麺類食堂は、本日の営業は13時までということになっておりまして、もうすでにね、タイムアウトをしているわけなんですよね。ですが、とりあえず高岡に戻らないことには、私大阪に帰ることすらできませんので、とりあえずね、高岡を目指したいと思います。
今乗っている運転手さんはですね、僕がねちょっと前に投稿いたしました万葉線全面展望の動画、こちらをねご覧になられた方はお気づきかもしれませんけども、全面展望の動画を撮影した時のあの時の運転手さんですね。ところでですね、今から出流駅へ戻っても仕方がありません。そこでこれから先どうするか考えたところですね、上花線の砺波駅、この駅前にですね駅そば店があるみたいですので、そちらの方に行ってみたいと思います。ということで高岡駅まで戻ってまいりました。こちらの上花線で砺波駅に向かいます。キハ47に乗るのは2年ぶりか3年ぶりか、いずれにせよ久しぶりのものです。最近では非常に珍しくなった扇風機が天井についております。こちらにあるスイッチを押すと扇風機が動くはずです。ちょっと押してみましょう。このように首を振りながら扇風機が動き出しました。このような車両というのもね、最近では非常に珍しくなってきております。砺波駅に到着です。走り去っていくキハ47。この砺波駅には僕の調査によりますと麺類食堂という店名の駅そば店があるはずです。麺類食堂というのは出流駅にある駅そば店と同じ名称ですよね。この2店舗がね関係あるのかどうか、これについてはちょっと分かりませんでしたけども、お店の看板にはうどんそば屋としかありませんでした。こちらのお店です。早速ですね、そちらのお店の方に行ってみたいと思います。注文いたしましたのはわかめそば。先ほど広小路の氷見うどん美濃屋さんで大きなかき揚げ天ぷらをいただいた直後でありますので、あっさりしたものが食べたいと思いまして、稲荷そばを注文してましたら、稲荷はちょうど売り切れたところって言われてしまいましてね、それで仕方なく随分悩んだ挙句天ぷらはやめて、わかめそばにした次第であります。たっぷりのわかめで見えづらいかもしれませんが、まるでマシューコの水のように澄んだつゆであります。最初見た時は もしかしてお湯と思ってしまうほどでしたけども、実はそんなことはなくてですね、味はしっかりついております。昆布だしではしっかりとしており、それでいてですね、なんて言いましょうか、やはりね色が薄いだけありまして、醤油はねちょっとね薄めのようですね。その代わりですね、どうも塩はねちょっとね多めに入っているのかもしれません。これはねあくまでも僕が食べた感想でありますので、もし違った場合はね、申し訳ございません、ご容赦くださいませ。それにしてもですね、このつゆなかなかね素晴らしいですよ。他ではなかなかね口にすることのできないあっさりと、それでいてしっかりと、そして味も見た目も澄んでおります。次はわかめを絡めていただきたいと思います。このたっぷりのわかめがねまたこのつゆとぴったり合ってるんですよ。普段わかめそばなんて注文しないんですけどもね、この時はわかめそばを注文してよかったなって思いました。ということで上花線砺波駅駅前うどんそば屋さん、別名麺類食堂さんでございました。皆さんもぜひこのマシューコのようなつゆをご体験ください。ごちそうさまでございました。列車の時間まで砺波駅前を歩き、そして列車に乗って高岡へ戻ります。ちょうど対向列車に服部くん列車がやってまいりました。砺波駅の駅そばは美味しかったでござるぞ、にんにん。高岡駅に向かいます。高岡駅に到着。ここから
愛の風富山鉄道に乗って金沢を目指します。高岡駅を後にして金沢へ。途中イスルギ駅も通りますけども、残念ながら先ほども申しました通り営業時間は過ぎておりますので、イスルギ駅をスルーいたします。誠に残念であります。砺波駅の麺類食堂へ行った以上はね、やはりねイスルギ駅の麺類食堂にぜひね行きたいところであります。ということで金沢まで戻ってまいりました。こんなところに番号が書いてあるんですね。ここ金沢では第三セクターの車両と JR 西日本の車両が並んで見れるんですね。この光景もあと数年しか見られない光景です。特急サンダーバードが入線してまいりました。入線と同時に福井行きの普通列車が発車していきます。こういった光景を見ているのもまた楽しいものであります。ここ金沢には新幹線改札を出ますとその向かい側にですね、こちらショッピングセンターがあり、その中にですね、こちらに加賀白山そばさんがございます。メニューにはこの通り、稲荷やおろしはもちろん、能登牛コロッケや白エビかき揚げなんかもあります。持ち帰り用の蓋付き丼なんかもあるようでして、電車の中で食べることもできるようであります。梅雨の温度とかは大丈夫なんでしょうか。白山そばをいただきたいところではありますが、先ほど砺波で食べたばかりですので、ここでは控えさせていただきました。サンダーバードがまだ間引き運転されているからでしょうか、次のサンダーバードまで1時間半以上空いていましたので、お約束の鼓門まで来てみました。その後はですね、金沢駅構内にあるマイモン寿司でお刺身3種盛りをいただきました。今ご覧いただいております左からノドグロ、真ん中が白エビ、そして右側がサワラの刺身でございます。まずはノドグロのお刺身をいただきます。次は白エビをいただきます。そしてサワラのお刺身。そしてビールをいただきます。うまい。ビールの後はですね、日本酒の利き酒セットをいただきました。ということで金沢のシースーをもう存分堪能いたしまして、その後は特急サンダーバード42号で京都へ戻ります。帰りはですね、グリーン車ではなく普通車に乗って帰ります。と言いますのも、普通切符はですね、普通切符とか乗車券ですね、こちらの方は北陸お出かけパスを利用して、途中まで戻ることになり、途中から、大見小津からですね、湖西線に入るわけですけども、そこから先は普通の乗車券を購入という形で、この特急に乗ることができます。ということで金沢駅を後にいたしまして京都へ戻りたいと思います。今回はですね、第3回北陸駅そば巡りということで、上越妙高、直江津、糸魚川、新黒部、黒部宇奈月温泉ですね、それから魚津、富山、新町口、広小路、砺波と、まあ、9つの駅を回ったわけですけども、いかがでございましたでしょうか。前半の1日目はですね、結局直江津と富山の立山そばさん以外ではおそばを食べることができずですね、お店の方が閉まっていたわけなんですけどもね、最初の目的である、富山県の東側の駅そばはどんな駅そばなのかということはね、ちょっとね、この2店舗だけでは何とも言えないんですけども、やはりね、どちらかというとこう僕のイメージで言うと、まあ、ちょっとやっぱり関東風の梅雨なんじゃないのかなっていう気はいたしました。
これはもう一度リベンジしなければいけませんね。それから2日目の後半は初っ端からいきなりまさかの越中そばさんの閉業というね、浮き目に遭いまして、もうこれどうしようかと思いましたよね。でその後ですね、広小路の氷見うどん美濃屋さんに向かったわけですけども、なんとね、朝は11時からの開店ということで、ちょっと時間が早すぎてしまいまして、その後すぐにですね、新町口の川の駅新港に向かい、かけ中大盛りをいただきました。このかけ中はまたね、姫路の駅そばとはまたね違った味わいで、まあつゆもしっかりとした味で、それでいてね、透き通ったね、なんとも綺麗な褐色色のつゆでありまして、それをねちょっと太めの中華麺をいただくということで、このバランスがねなんとも素晴らしいんですよ。皆さんもねぜひね一度ね食べてもらいたいなと思った、そんな一品でありました。それからですね、その後広小路の氷見うどん美濃屋さんによりましてですね、白エビかき揚げ天ぷらそば、こちらをね、あ、そばじゃない、うどんですね、こちらをいただきました。今回はぜひともですね、白エビかき揚げ天ぷらをいただきたいと思いながらですね、立山そばさんでは売り切れ、越中そばさんは閉業ということでね、なかなかね食べる機会がなかったわけなんですけども、なんとかねこちらの美濃屋さんでいただくことができました。そして最後の砺波駅の麺類食堂ですね。麺類食堂っていう風にね、Google マップの方には書いてあったんですけどもね、それ以外ではそのような記述は一切見当たらずにですね、お店の方もね、看板にはそばうどん屋とか、まあ、このようにしか書いてあらずですね、ひょっとすると店舗名はそばうどん屋さんなのかもしれません。そしてこちらのお店のつゆはまたね、これまでに食べたことのない、そんなねつゆ、透き通ったつゆだったわけなんですよね。これもね非常にね素晴らしい出来でありますので、皆さんもぜひね一度ね砺波駅のそばうどん屋さんに立ち寄られてみてはいかがでしょうか。とですね、今回の旅の振り返りをしている間に列車は京都へ到着いたしまして、第3回北陸駅そば巡りは終了でございます。今回は前半後半に分けての投稿になりましたけども、合計すると約1時間でございましたね。ご視聴いただきありがとうございました。もしね何か論争とかありましたらコメントいただけましたら幸いでございます。またですねチャンネル登録なんかもしていただけますともっと嬉しかったりいたします。ご視聴いただきありがとうございました。サンダーバード42号は終点大阪に向けて発車していきました。